どうも皆さんこんばんは、アポロでございます。今回はですね、視聴者さんにリクエストいただきましたアポロ型のカメックスデッキでこの連勝イベント5連勝チャレンジしていきたいなと思います。はい、皆さんよろしければチャンネル登録そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。行きましょう。まあ、先日ですね、海外大会で準優勝した、フリーザーカメックス、紹介したんですけれども、やっぱり自分どっちかっていうと、全力カメックスが好きなんですよ。カメックスをじっくり後ろで貯めて、戦っていくっていう形の方が、まあ、好みっちゃ好みなので、まあ、そちらの形をね、今回使っていきます。さあ、行きましょう。で、ちょっとね、デッキの中身変えてます。より安定感を、上げるためにですね、リザードンデッキと同じようにポケモン図鑑をね搭載しておりますよということで、まあ、この辺もうまく使いながら、戦っていきましょうねという感じでいきましょう。さあ、ここはじゃあポケモン図鑑を使います。使って、はい、ゼニガメカメックスカメックスと、うん、そしたらね、ここはモンスターボールは使わない、使いません、使わないで、次待ちましょう。次の次まで待つっていう感じですね。で、壁役、フリーザー、そしてミュウツー。この2枚のカードで耐えてるうちに、後ろでね、カメックスをしっかり育成して、戦っていくっていう。完成させたら、相手のポケモン2体落として勝つっていうね、まあそんなデッキになってますので、はい。まあただな、ここはね、ちょっとモンボ使おう。うん。モンボ使う。これで、夏目されちゃうと嫌なんで、はい。ゼニガメ、ゼニガメと。まあカメックスがね、後ろにいたんで、もう一旦待っても全然良かったんですけどね。はい。さあ、ここは、まあ霞もだからゼニガメに使ってください。はい。さあ、これでどうでしょうか。まあ今みたいな感じにね、ポケモン図鑑は使ってあげると。まあ、非常にね、一見、使い方がよくわかんないように見えるんですけども、このモンスターボールを使った後にシャッフルするっていう、ここをね、うまく利用してですね、使っていただけたらなと思います。はい、さあ、霞、失敗と。いいですよ。まあ、シンプルにフリーザーとかミュウツーはもう壁です。壁。うん。で、まあ、使う時のポイントとしては、なるべくですね、なるべくっていうか、絶対にこの、今さ、カメール育ててるじゃん、エネハって。これ育ててるポケモンを、夏目で前に出されないようにするっていうのが、まあ、かなりポイントですね。まあ、それだけは気をつけてください。そこだけ気をつけて、しっかり、カメックスまで育てる。うん。それができればもう勝てますんで。いやだからミュウツー欲しいんですよね。本当はここゼニガメじゃなくてミュウツー欲しかった。はい、カメックス。まあカメックス完成したのはいいですね、でも。うん。いいね。いいね、いいね。いいんですけれども。いいんですけれども。まあ、まあこっからカメックスいっちゃいましょうか、じゃあ。はい、スピーダー。で、ゼニガメ逃げて、カメックス。さあ、行ってくれよ。ハイドロバズーカ。これだとワンパンで落とせないんですけどね。落とせないんですが、相手も、まあ、ツーパンで落とせないんでね。やっぱこのね、すごい高い体力と、一撃の威力ですよね。まあ、ここが非常に魅力のポケモンなので、このポケモンは。カメックスはね。そこをうまく使ってください。ここ傷薬欲しい。傷薬引いたら絶対勝てる。はい。ミュウトゥー。さあ、そして傷薬。OK。さあ、傷薬を引いて、引きます。で、エネを張ります。で、ハイドロバ通過と。カメックスのいいところは、この大技を打ってもですね、リザードンみたいにエネをトラッシュしないんですよね。まあ、そこが本当に、そこが強いです。ずっと強い技を、だから、霞今回失敗したんですけども、
あそこ失敗しなかったらもうずっと強い技を打ち続けられるってことなんでね。まあそんなに今回理想的なムーブではなかった、正直なかったんですが、これで、はい、これで5個乗せると威力が160になりますので、ワンパンで落とせますねと。はい、まず一戦勝ちです。いいですね。 OKOK いいね。まあちゃんとこれポケモン図鑑の恩恵なんかもありましたんでね、はい、いい戦いができたかなと思います。さあ一戦目勝ちです。うん。さあそして2戦目ですね、行きましょう。まあな、まあ、今回リクエストって言ったんですけども、リクエスト受け付けてますんでね、このポケモンで5連勝してほしいっていうのがありましたら、コメントにどんどん書いていってください。できるだけ、まあ、コメントは全部読んでます全部は答えられないと思うんですけども、できるだけね達成できるように頑張りますんで、うん、お願いします。はい、ガンガンコメントください。行きましょう。まあちょっと壁役がいないんでね、そこが嫌なんですけども、これだとまあそうだね、まあカスミもいるし、でカメールカメックスって揃ってるので、ワンチャンこのままもう最強ムーブして一気に破壊するっていうね、カメックス座って破壊するっていう、もう究極ムーブができるかもしれないですね。で今回さ、まあ、これはね前回も話したんですけども、前回このデッキをね、まあ、2週間前ぐらいかな、使った時にも話したんですけど、まあさ、ミュウツー2枚プラスフリーザーで入ってるじゃん。なんでこのヒエクのポケモンね、ミュウツー2枚だけじゃダメなんですかっていう、そういう質問をいただくと思うんですけども、それに関しては、まあ、さっきも言った夏目のケアをしたいんですよね。ちゃんと。ミュウツー2枚さ、まあ、引けない。さっきの、この試合もそうなんだけど、さっきの試合みたいに引けないってこともあるじゃん。だから、ちゃんとゼニガメを守れる状態にして戦いたいんですよ、自分は。なので、まあ、そこを手厚くするために、まあ、こうしてますよっていう感じです。はい。さあ、ゼニガメ。ゼニガメ、カメール。うん。まあ、ダメージ食らいたくないですからね。スプラッシュ与えようが、あんま変わんないので、ここはスピーダー使います。はい。技打たなくていいです。うん。無理に打点食らう必要ない。モルフォンとか出てきちゃうと、ちょっと厄介なんで、ちょっと削られちゃうとね、それは嫌なので、削られないように引きます。フリーザーのいいところは、逃げ根が1なんですよね。まあ、ミュウツーだと逃げ根が2なので、で、カビゴンじゃダメなんですかっていう、そういう質問をいただくんですけど、カビゴンはね、自分、壁役としては、かなり弱いと思ってます。カビゴン。やっぱさ、何の圧も、ね、かけられない。で、逃げ根も重い。逃げることもできない。そうなってしまうと、相手の準備がね、もう整っちゃうんですよね。で、そっから急に動くっていうのもできないんで、うん、まあ正直ね、カビゴンは、おすすめはできないですね。はい。さあ、カメックス。カメックス、さあ、スピーダーで、ここはフリーザー逃がして、まあちょっとでもね、やっぱりダメージは食らいたくないと。うん。ただ、不思議花に関しては、ワンパンできないんですよね。いや、この御三家対決。やっぱどうしてもね、リザードンが目立ってますけども、いや、カメックスもちゃんと強いぞと。まあ、割と大会でね、ちょいちょい上位に入ってますからね、カメックス。で、この形、じっくりね、貯めるっていうカメックスの形も、ちゃんと上位入ってますんで、まあ、そこをね、しっかり、見ていただきたいなと思います。さあ、不思議花になっていく。不思議花になってしまう。うんうんうん。で、毒になっちゃうと。はい。さあ、ポケモン図鑑。まあ、ここで使ってもちょっと。まあ、ポケモン図鑑別にいらないなっていう方は夏目入れてください。
前使ってた時は普通にナッツメ入れてましたね。まあ、これでもねエネが間に合いますね。相手のそのジャイアントブルームが打てないので毒を食らおうが相手がめちゃくちゃ回復してこようがまあさすがに自分の勝ちかなと思います。うん、はい、勝ちです。ありがとうございました。いやでもちょっとミュウツーでじっくりさ、ミュウツーでじっくり育てたり、霞もっと働いてくれよ。相手の霞は強いのに自分の霞は働かない、なぜでしょうか。はい、まあポケポケあるあるですね。まあ別にだからね、霞が働かなくても全然間に合いますんで、今回は本当にカメックスに全力でエネを張っていくんでね、他のポケモンには張りません基本。まあ逃げるために張るっていうことはありますけど、でどうしてもなんか序盤霞がすごい上振れてフリーザーに張るっていうことはもう本当に時々ね稀に、ありますが基本張りません。うん、なので別にね間に合うんすよね。さあケロマツ、ケロマツ、まあいいですね。このやっとミュウツーのこの壁、ミュウツーすごく優秀なのはやっぱりこれね、ピカチュウに弱点取られないんですよね。で120と体力もかなりあるじゃん。はい、おっと、ウェイ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 、相手のほんと相手のねえ霞だけさ、ずるいよ、そうやってずるいよな。はい、ポケモン図鑑でちょっとここは見ましょう。さあ、見て、ミュウツーモンボカメックスと、まあカメックスな悩むよね。いやここはね、さっき霞でした、すいません。さっき霞で3個ぐらいついたらフリーザに乗せるっていうね。はい、まあただ問題ないですこれは。はい結局働かないっていうね。さあ、いかがでしょう、モンボ。まあだから例えば沢村とかが出てきて、このゼニガメをねもう狙撃してくるみたいな、そんな感じだと嫌だよね。早くカメールにしたいな。博士の研究とかも全然引けてないですよね。なんで相手のカスミこんな強いの強すぎんだろなあ、強すぎんだろ。どうしたんだよ、どうしたん、どうしたのねえ、どうしたんですか、なんでそんな強いんですか。強いです、うんとても強いちょっとこれ、いやどうかな、いや苦しいね、苦しい正直。しかも月光がもう作られちゃうとかってなるとだいぶ痛いですからね。いや痛えな、痛えな、全然引きも良くないし。はい、ここはモンボです、モンボ。霞の差が出ちゃってますね。うん、はい、どうでしょう。まあこれでやっぱミュウツーがここで耐えてくれますんで、なんとか、まあ、博士の研究かな、博士の研究、カメール、カメール、カメックスって引いてもらって、エネはもう十分足りそうなんでね。でフリーザ落として後ろ落としてっていうその流れでいきたい。うん、おお、オッケーオッケー。そうだよな、でもそろそろ引けないとおかしいからな、うん、引けてなさすぎたからね。適正ですこれは。うーん、うーん、いやー痛いね、痛い痛い痛いよ。オッケーオッケー、わかりました。
いやーでもそうするとな、ごめんここはねダメだ。いやダメかそうなると。いやでもそうしないと、月光河が引けてる。いやダメですわ。うんダメです。これはね負けですね。ね、月光が引かれてたらこのミュウツー落とされちゃって詰むんで、だいたい負けですね。もう耐えられない。ここで一旦耐えたとしても、そうなんですよね、水手裏剣プラス吹雪で落とされちゃうので、さすがにこれは霞の差がありすぎた、そんな試合でした。うん、いや苦しい。相手もうね強すぎて、あの打つの忘れちゃってますけどね。まあやっぱ二進化だね、二進化はここがあるからね。まあしゃあない。はい、まああとは霞がね強かったです。はい、リタイアします。はい、5連勝達成できなかったということで、再びゼロからチャレンジしていきます。よろしくお願いします。まあでもやっぱね、二進化デッキで5連勝は結構むずいですね。二進化は結局安定しないんで結構むずいんだよな。リザードンも、まあ、2回ぐらい失敗したんでね、自分撮影してて。だからこそだよね。だからこそ、今さ、まあ、ミュウツーとかピカチュウが多いじゃん。結局ね。まあ、ミュウツー、ピカチュウ意外とね、リクエストがあるので、いや、まあ、見ても面白くないんじゃないかなと思って自分出さなかったんだけど、まあ、需要があるんだったらね、あの出しますよ。はい、全然出しますんでね。うん、さあモンボ、モンボで、まあ、全て引き切ると。モンボモンボ、あーモンボモンボ、こっちのモンボも、いやまあ使っちゃっていいか。はい、使っちゃいます。これでまあデッキ圧縮して、ただここはゼニガメ2体目は出さないで、これでいいですね。はい。まあ、レッドカードの対策で、ここはしっかり出しておきます。さあ、どうでしょう。まあ、でも最高のスタートだね、これは。最高のスタート。まあ、そうだな。本当に時間がなくて、結構がっつりやって、何回も何回も試行回数を重ねられる方だったら、今まで紹介したデッキ、たけしのデッキとか、まあ何でもね、割と何でもね、結局、まあ対戦相手によっては5勝できると思うんですよ、どんなデッキでも。うん。だからまあ、いいかなと思うんだけど、あんまりさ、やっぱお仕事とかね、学校勉強が忙しくて、できないけど、一応クリアしたいっていう方もいらっしゃるじゃないですか。まあそういう方のために、まあやっぱ速攻でクリアできるか、速攻でクリアできるデッキ何かっつったら、まあミュウツーとか、結局ね、ミュウツーとか、まあさ、あれになっちゃうんでね。ピカチュウになっちゃうんでね。さあ、あとはカメックス。さあ、カスミがなんかダメですね。全然ダメや。霞が全然ダメ。どうした？どうした？どうした？はい、モンボ。まあ、とりあえずあと6枚ですね。6枚の中から、まあ、2枚のカメックス。まあ、通常のカメックスを入れるっていうのもワンチャンありだと思って、てるんですよ。全然いいかなと思ってるんですけど、うん、まあこれで逃げてって感じですよね。逃げて、さあミュウトゥーが出てくる。でこっから落としてきますよと。まあ2ターン分耐えられるので、こんだけまあ、博士の研究が引けてるので回ってないとは言えないんですけども、こんだけなんか、
なんだろうな、ちょっと微妙な感じになっちゃっても、なんとかね、なんとか耐え忍ぶことはできる。いやーでも次2分の1だな。2分の1か。ゼニガメ出しますこれ。まあ、これはね、本当にレッドカード対策ですね。ゼニガメ出したのは。はい、博士の研究。ここでカメックス引いたら自分の勝ちです。まあ、そういうことができるのがこのカメックスデッキなんで。はい。まあ、逆にカメックスを引かないと、これはね、負けてしまいます。いやー、だからなー、やっぱこういうのがあるから、先日のね、さあカメックス、さあ引けたんで、まあこれ勝ちなんですけども、こういうのがあるんで、結局さ、先日のね、海外大会で準優勝したあのフリーザーと、フリーザー EX と合わせたカメックスの方が、やっぱり安定はしてるよね。ワンチャンここで引けないかもしれないじゃん、2分の1。でもあっちだったら、まあ、とりあえずフリーザー、まあ、カメックスが完成しなくてもフリーザーで戦うっていうことができるので、まあ、どっちが安定してるかって言ったらやっぱあっちの方が安定はしてるかなっていうのは正直思います。でもね、やっぱこれが好きなんだよ。このミュウツーでもワンパンできてしまうハイドロバズーカで、ね、じっくりこの大砲を育ててさ、最後に逃げ気、決めてね、ぶちかまして勝つっていう、この戦い方が好きなんよ。大好きなので、それはね、分かってほしい。自分はこのカメックスが好きなんです。好きなんですよ。ミュウツー2体倒して勝ちですからね。しかもこれね、サイコブラスト撃たれても、カメックスやられないんですよね。その辺強いです。でさっきの後ろの控えてたミュウツーがもし溜まってたとしても負けないから。まあ夏目で後ろ出されてね、やられちゃったら負けちゃうんですけども、夏目されなければ耐えられるっていうね、その高耐久っていうところも、まあやっぱね、魅力の一つかなっていう。まあこの御三家のカードみんな体力高いですけどね。いやーでもカメックスね、好きなんだよな。行きましょう。はい、よろしくお願いします。さあ鋼タイプ、鋼、まあ、博士の研究引きたいね。まあ、メルメタルデッキです。よろしくお願いします。ナイス。ここは博士の研究から参りましょう。博士の研究、カメックス博士の研究、まあ悪くないですね。ここはモンスターボール使っちゃいます。はい、ゼニガメ。いい。まあ、あとはカメール引ければっていう感じだもんね。ただ一番やっぱ嫌なのはカメールだけ、デッキのボトムに2枚、眠ってしまうっていうのが嫌なので、それはね、本当ハイパーボールみたいな、好きなカードをね、自分の手札トラッシュして好きなカード引きに行くみたいな、そういうカードが来ないと解決できないですからね。そこはちょっとどうしようもないよね。正直。はい。博士の研究。研究していく？はい。ちょっと、言ってたら本当に、来ないかもしれん。まあな、レッドカードがやっぱ嫌だよな。レッドカードされたら嫌だよなっていう。それ思うと、ゼニガメここは出しておきたいなっていうね。ここでレッドカード一番効くので、一番痛い。いや、痛いですよ。はい、どうでしょうか。メルタン貯めてくる。フリーザーね。霞。はい、かすみ、やっとね、やっと働いてくれました。まあ、1個でも嬉しいです。助かる。1個でも助かります。
いや、ただメルメタルワンパンできちゃうからね、ミュウツーを。その辺はだいぶでかいですよね。だから次、次ね、引かないとまずいよね。カメールを。いや、次引かないとまずいよね。あ、でも、あ、そう。まあ、お相手はメルメタルが引けてないと。結局、進化ポケモン、じゃあなんでね、なんでこの、さあ、まあ、ピカチュウとか、ピカチュウとかミュウツーが強いかつったらさ、種だからじゃん。種ポケだからじゃん、フリーザーも。なんでそこが多いかつったら、まあ、進化の事故がないからなんですよね。結局は。なんでもうしゃあないよね。しゃあない。どうしようもないというか、進化デッキ使ってる限りは、こうなっちゃうのかなっていう、こうなっちゃうことも、まあね、まあ絶対あるし、まあこれは落とされちゃっていいや。落とされちゃっていいです。はい。落とされてください。まあ、落とされてくださいっていうのもあれだけど。まあ、ミュウツー落とされて、はい、落とされます。んで、はい、こっちのミュウツーと。で、ここでカメールが引けますよと。はい、カメールさんです。カメール。カメール。まあなあ、こうかな。まあもしかしたら、夏目が来るっていう可能性もありますからね。はい。さっきからでもね、デッキの相当ボトムに、相手の、そう、レッドカードがね、怖いんだよ。だから、あそこはね、こういう時は、ポケモン出しといた方がいいんですよね。なるべく。で、あとは、まあ、スピーダーも、カメックスも来たんですけども、結局さ、これスピーダー来なかったら、エネ2個貼らないと、逃げることができないじゃないですか。なので、こうしとかないとダメですよ、と。いや、相手でもさ、相手相当、相手引きが悪いね。はい、スピーダーで、こっから、まあ、冷えくのデッキも関係ないですね。もうこっから3体落として勝ちます。はい、フリーザーに貼りましょう。あ、3体、そうですね、3体落として勝ちます。いや、この辺だからやっぱリザードンと違ってエネがトラッシュしないと、たくさんのポケモン落としに行くぞっていう時でも、まあ、この、160点っていうね、超高火力を維持して戦うことができるので、まあ、そこはカメックスのいいとこだよね。まあ、強みというか、まあ、クチートっていうこのね、エネをトラッシュするポケモンが来ましたけども、まあ、あんま関係ないですね。結局、1個トラッシュして、もし1個トラッシュされても、自分が手張りすればいいだけなんで、あんま関係ないです。はい。さあ、裏。で、カメックス。で、まあ、傷薬も使っちゃいます。ね、相手メルメートル引けてないね。全然引けてないじゃん。全然。どうしたの？なんかもっとすごい分回りのね、カメックス見せたいな。いや、つえっていうもう。一番嬉しいのはだからやっぱカメックスのこの、カメックスの進化ラインがちゃんと揃ってるっていうのが一番嬉しいので、そういう状態でさ、
1回でいいから試合したいよな。はい、いかがでしょう。まあ、ヘビーインパクト食らっても、で、ハードコートがあっても、カメックスのハイドロバ通貨はその上を越えていきますので、何にも問題ございません。はい。さあ、最後はハイドロバ通貨で自分の勝ちです。ありがとうございました。うん。いや、強いね。やっぱこの火力なんだよな。これなんよ。この火力、そしてこの高耐久力。ここがカメックスの魅力です。どうしてもね、そのフリーザー EX との方だと、ハイドロバ通貨のこの最強モード、160点出せるっていうモードにね、なりにくいので、結局フリーザーに貼るじゃん。ならないことはないんだけども、まあ、やっぱフリーザー中心になっちゃうかなっていう、どうしても。そんな風に思いますんでね。自分はこれが好きなんだよ。好きなんだよ、これが。ゼニガメ。ゼニガメで、行かせてください。さあ、お相手は、ケロマツ。さあ、どうなるでしょうか。モンスターボール。なるほどね。でも、ここはポケモン図鑑で、デッキを見てですね。はい、傷薬、傷薬、ミュウツーなんで、ここはモンスターボール使って、シャッフルしましょう。あんまり良くない手札だったんでね。シャッフルしちゃって OK です。いや、ワンチャン霞乗せて、ねえ、OTK ができますけども。基本ゼニガメですけどね、やっぱ。基本ゼニガメだけど、めちゃくちゃ上振れたら OTK できるんで、わまあ、こういうのも、まあ、一応フリーザー入れとくと、こういうのもできるよっていうのは、まあ、強みですね。まあ、しかも逃げ根が1というところが、はい、強いですねと。壁として本当に優秀ですねと。壁としても、まあ、時々、まあ、この自分の勇気ある霞。はい、良かったですね。さあ、3連勝です。でもやっぱね、カメックス最強ムーブ見せたいよ。なんかすごいギリギリでカメックス完成してる感じがありますんで、最強ムーブ見せたいよね。まあ、あとは、あのね、ポケモンを出しすぎないっていう。出しすぎると最後そこが、例えばもう2体取られちゃうなっていう時とかは、あの出しすぎると、その、カメックスが完成したとしてもね、夏目で後ろのポケモンを引っ張られて、それが範囲になっちゃったりするので、その辺の判断はね、気をつけてくださいねっていう、はい、ところ。いや、ちょっとこれは相性が悪いですね。相性が悪い。ゼニガメ。ゼニガメ、そして、まあ、モンボウね。モンボウ使うか。いや、ここは使わないでいいです。はい。いや、もし次が、その、図鑑だった場合ですよね。図鑑だった場合に、なるほどね。図鑑が来たときに、まあ、ちょっと入れ替え、いつでももう、チェンジできるようにしときたいなっていう。はい。まあ、それだけの理由ですね。まあ、それだけっていうか、それがでかいんですけれども。もちろん、モンボで早く圧縮して、博士の研究を引きやすくするっていうのもありなんですけども、そう、あとはもうカメックスだけなんで、そうなんですよね。まあそうだね。これはね、ちょっと霞を引きたいので、モンボ使っちゃいます。はい、ゼニガメ。で、ここのゼニガメは出しません。ドガースが進化しないんだったらね、このミュウツー落とされてそのまま、ハイドロバ通貨でいけますけども、またドガースになるとちょっと、
落とせませんので、そこんところどうでしょうかと。そこんところどうなん。そこんところどうなん。例えば相手はこれね、マタドガスでベトベターがいっぱい出てきてるんですけども、まあアーボックだと思うんですよね、マタドガスアーボックで、アーボックとかでさ、まあ、ミュウツー2体出してフリーザー1体いるっていう状態になった時に、アーボックでその3体目の飛躍を固定されちゃうと逃げられなくて、それで負けちゃうじゃん。そういう場面になっちゃうととても自分は嫌なんですよね。まあ自分はっていうかさ、みんな嫌だと思うんだよね。だから、まあ余分なポケモンは、はい、出しませんよと。まあでもこれはね、比較的強いムーブだね。早くカメックスが揃ったんで。だここでミュウツーが来ても、出さなくていいですよっていう。はい。その辺のポケモンのね、まあこれはね、結構あるんですけども、うん。負け筋を作らないためにポケモンを出さない。ベンチに出さないっていうのは、まあ重要な考え方かなっていうふうには思います。まあでもマタドガスにされちゃうとちょっと嫌かもね。まあ別に嫌でもないか。体力がこんだけあるんで、耐えられるかなっていう。はい、図鑑。図鑑で、はい、カメックス、カスミ。まあまあまあ、これは勝ちですね。さすがに勝ちです。さすがに勝ち。はい、ハイドロバツーカ。いや、カメックスはね、ちゃんと強いんよ。ちゃんと強いんだけど、今後だからこの2進化がね、もっと安定感を持つようになれば、いやまあやっぱ霞もいるしね、さらなる期待っていうのはできるのかなっていう。自分は期待してます。期待してるよ。はい、マタドガス。でもやっぱね、難しいよ。その2進化で5連勝5連勝はね、ほんと難しいと思う。結構やっぱこの自分もカードゲームずっとやってますけども、人より勝てる自信はあるけどさ、どうしてもやっぱ対戦の運だったりね、引きの運っていうのが今はある状態じゃないですか。その絶対安定するっていうデッキは作れないじゃん。それはね、難しい。うん。いやだからまあ明日ぐらいに絶対もうこれ使っとけば安心だよっていうデッキも紹介しますね。ミュウツーとか、ミュウツーとかピカチュウみたいなね。まあ、事故もないですよと。とりあえず強いですよっていう。さあ、これ4連勝中です。さあ、ラスト。ここで、勝ちましょう。勝てるのか、勝てないのか。で、最近あんまりね、ちょっと生放送できてなくて、申し訳ないんですが、まあ、ちゃんとやるから。近々ちゃんとやるから。その辺、許してください。さあ、ラッキー。ラッキー？ラッキーで、ラッキーで、雷エネか。なんだろうね。なるほど。これはね、もう、うん。次、博士の研究引いて、博士の研究で、カメックス、そして、まあ、ゼニガメって引けるんで、だからここでモンスターボールは使わないですよね。これができるのが強い。で、そこでもし例えば傷薬みたいな、本当に嫌な手札だったとするじゃん。デッキの次がね。そしたらモンスターボールを使うっていう、そういう使い方です。まあ、海流デッキか。まあ、どっちが早く本当に貯められるかって感じやな。うん。はい。で、ここで博士の研究を使えば、もう、このラインがね、完成しますんで。はい。
はい、そしてモンボ、まあ、今欲しいのは霞ですね。今は霞が欲しい。霞をください、うん、とにかく霞。お互いだから準備して一撃放っていくっていう、そういうデッキ同士なんでね。結構カメックスはね、ミュウツーとかには強いんですよ。やっぱミュウツーの攻撃耐えたりワンパンできるんで、そこら辺には勝率いいんですけども。まあ、ちなみにピカチュウと当たってもこのミュウツーがね、2回分耐えられますんで、割とね、なんとかなってますね。はい。まあ、この場面だったら相手が海竜なんで、フリーザは出しちゃっていいです。はい、出しちゃいましょう。海竜戦はね、なるべくポケモンいっぱい出しておいて落とされないようにするっていうのはね、結構必要なんでね。さあ、ゼニガメ、うん、でカメックス、まあ、霞引いてカメックスに2つ乗せて、手張りミュウツースピーダーで逃がして、まあ、一気に落としていく、ハイドロバズーカで落としていくっていうのが理想ですね。はい。さあ、霞は引けない。まあ、引けないんですけれども、ここはじゃあもうカメックスを使います。はい、ミュウツー、そしてスピーダー。まあ、一応これがね、ミュウツーフリーザーにしとくと、その夏目使えた時にフリーザー出して逃げ値が1じゃないですか。1なんでね、すぐ逃げられるんで、その辺便利ですね。その辺めちゃくちゃ便利。はい。やっぱね、トラッシュしないのが強いよ。カメックスは。トラッシュしないっていうのがね、すごくいい。まあ、だからカメックスに、相手が海竜使ってきて、カメックスに200バーンって、200バーンって来なければ、まあ、勝てますね。200バーンって来たら、自分の負け。はい、どうでしょう。まあ、そろそろ霞引けると思うけど、一応霞引いときたいんですよね。もしここで、やっぱ入れ替えられちゃった時とか用に、霞引いときたい。さあ、ここで海竜と、海竜 VS カメックスの戦い。まあ、流星群200点、カメックスバーンじゃなければ、勝てます。そう、これが嫌なんですよ。これが嫌なんだよ。怖い。でもその確率はね、こうやって盤面埋めとけば低いですからね。あ、怖怖え。さあ、霞で、まあ1枚でも乗せてくれればって感じですね。ここはやっぱ海竜ワンパンで取りたいんで。うわー、それじゃダメなんよなあ。それじゃダメなんよ。いや、だからここのね、夏目はね、相当効いてるんですよね、自分の中では。効いてます。かなり。いや、痛えな。ここは、フリーザーですね。回復してください。いや、フリーザーかな。カメックス回復でよかったかな。なんかちょっとミスった気がする。いや、霞そこな。この20のミュウツーに200。いや、カメックスが200食らっちゃうとちょっと痛いんですよね。あ、200じゃなくて100でも食らっちゃうと痛いんで。うわ、やばい。うわ、ちょっとやばいな。それさ、後ろのミニ竜にね、落とされちゃうからね。うわ、まずい。
まあでも結局傷薬使ってても落とされるからな、これは落とせるがっていう感じですね。うわやべえ、ほんとやべえ、ほんとやべえ。かなりピンチですね。ミニリュウももう技打てるしな。白竜とかにされちゃったらまあミュウツーも落とされちゃうし、どうしよう。いやあそこの霞だな、あそこの霞がな、霞が痛すぎる。いやーどうでしょうね。結局ああいうのがあるんだよな、コイントスだと。はい負けです。はい、まあスピーダーか、いや霞が表出るかスピーダー引けてたらっていう感じだったんですけど、まあねー